特上カエルジュースというのはカエルを絞ったものでしょうか。めっちゃ嫌だわ。またこのさ、お、伸びた伸びた。はい、行くよ。行くか。いつもそのね、なんか間抜けな感じの、まあ、私の言い方かもしれんけど。わあ、お姉ちゃん。お、ココアどこなの？来たか。あっちから聞こえた。待ってなさい、すぐ行くわ。お、やったね。これでココアちゃんが助けられるよ。この道の先に、お、来たか。あ、来たね来たね。あんな触覚あったのか。ねえ、なんか顔だけになったらそういうのがすごい分かりやすくなるよね。ココアちゃん、そんなのありました。ココアガエル、かわいそう、かわいそうだよ。本体気持ち悪すぎて。もうちょっとなんかね。お、初めての好きコード、手助け2、ありがとう。もうちょっとなんかこう、この魔物にならついてもいいかなみたいな。じゃあつく魔物も選ばさせてほしいよね。あんなののお腹にくっつけられてかわいそうに、ココアちゃん。同情するよ。お、え、今、え、息を吸い込んだ意味は何？あ、なんか関係あるんかな。なんかお腹の色とか変わったよね。え、なんかお腹に息吸い込んだ状態であんなに殴られたらさ、ギフトとか出そうじゃない。大丈夫？なんかちょっとよろしくないものが。なんだなんだ、取ったおっさんみたいな顔しやがって。おっと、危ないよ危ないよ、メグちゃんの体力が危ないよ。あー、穴が開くよ。お腹に穴が開くよ、やめてあげて。召し上がれ、メグちゃん、ちゃんと回復してね。これでもちょっと体力が少ないな。大丈夫かな。もうなんかあれだな。あ、さらに、え、マジで大丈夫？破裂しない？あ、破裂して割れてくれれば全然いいんやけどね。うん、割れてくれるんなら全然いいんやけどね。それでお亡くなりになってくれれば。ほらほら、しっかりなさい。それはこっちの味方側に行ってるのね。今のは体力回復？ってことかな。体力回復できる子結構いるな。ねえ。ねえ。だってピッコちゃんも回復するし、アイナも回復するし、何？フランも回復してくれるってことか。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。絶対やられることのない。そういう感じか。え？何？息を吸い込んでお腹の中で熟成させてたの？そういうこと？お腹の中でなんか寝かせて匂いを増量させるみたいな。え、怖ー。絶対なんか胃の方からこう込み上がってくる匂いがあったんやない今の。お、好きレベルアップ、すごく好き。戦闘中にもね、どんどん好きレベル上がっていくよ。戦闘中こそみんなの絆がね、試される。あ、びっくりした、さらに吸い込むかと思った。フィッコーちゃん、お、さすが。HP バナナを持っている。全員持ってるね、一応。あとフィッコーちゃんとプーさんが1個ずつ。プーさん食べた？食べたけん1個ってことよね。多分出発の時には全部あったはずやけん。お、新しい技、ティータイム。お茶にしましょう。優雅すぎる。どんだけ余裕なんだよ。敵の目の前ですよ。ティータイムが終わったところやけん、ちょっと機嫌がいいんだな。いけいけ、頑張れ。あー、さらに。さ、あー、もうなんかね、息にあんだけの、臭い。あんだけの威力のある息ってもう相当な臭さやと思う。ふふ、楽しいわね。この状況をも楽しむ。あれかな？臭い匂いが好きなんかな？ふふ。きっ
とそういうことよね。うんうんうん。てかそんな一周漂う中一周漂う中の食事はきつい吐くんじゃない？大丈夫？食べた分戻ってきたりせんよね。ピッコーちゃんまたしても、あ、やばいよやばいよ、息でやられるよ息でやられちゃうよ。お、いったか、やったね。お腹はしぼまないのね助かったわ。さあこれでココアちゃんの顔が戻ってくるわ。ちょ、あの触覚がどんな感じやったんかを見たい。触覚生えてましたっけ筋肉痛になりそう。まあ、動き回った。どうやろ、フライパンをめっちゃジャッジャってやりよったけんかな。よし、ボーナス経験値よき。さあこのボーナス経験値はプーさんにあげましょう。はい、そしてレベルアップ、よきよきよき。特上カエルジュースというのはカエルを絞ったものでしょうか。めっちゃ嫌だわ。でもそれ言ったらおたまフードもね、多分おたまじゃくしが入っているのであろう。あらあら、ココアの顔すっ飛んでったわね。村に帰ったみたいだね。そうね、よかった。ふふ、あなたのおかげよ、ありがとう。えへ、ありがとう、こちらこそ。いやでもさ、村まではすっ飛んで帰るくせに、その先は私がね、ちゃんと村に着くまで顔には戻らないっていう。お久々、旅する写真家具志堅、シャッターチャンスは逃さない。私、旅する写真家具志堅です。お、撮ったばかりのこの写真お売りしましょう。なぜこのタイミングえ、なんでしかもこの臭い中、あゆなだけめっちゃ嬉しそうなんやけど、やめてやめて、私そんな臭い匂いで喜ぶようなやつじゃないんだけどやばすぎる。はい、そして、お、神の力の目覚め。 HP 振りかけ増量。 HP 振りかけのサイズが320から340になった。 MP 振りかけ増量。 MP 振りかけのサイズが120から140になった。振りかけ増量は嬉しいよ。だいぶ使うもんね、途中から。ほほほ、助けた人々の感謝の気持ちが新たな力を目覚めさせたようだな。これからもどんどん怪物たちをやっつけて、ミートピアの人々を救ってやってくれ。ちなみに次の目標は1150人助けること。頼んだぞ。ほほほ、この世界にどんだけの人がいるのかはわからないけれど、救っていこうと思いますお、ちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。なんか思うんやけどさ、あれか、メグちゃん一応前髪が違うんか。みんな後ろ髪一緒じゃね？ねえ、一緒よね。ほい、それじゃあ、プーさんとフィッコーちゃん。この部屋のルールを決めよう。いいね、賛成。部屋を散らかさないこと。当然だね。部屋のものを壊さないこと。壊さないよ。部屋を爆発させないこと。私は一体何だと思ってるの？いや、なんならプーさんの方が爆発させそうだけんね。戦車やし。そしてなぜあれで仲が深まるのかがよくわからないけれど、まあ、よき。ほい、それじゃあお任せで。出すか。おお、そんなに飛び上がるほど、よかった。よかったです。あの竜巻レモネードのグラスがめっちゃ可愛いと思うんだ私。あ、もう一回押してしまったもう一回押してしまった。でもこれできた、全員お腹いっぱいや。うーって口になったはい、それじゃゲームコーナーでルーレット。女王蜂のドレスをください。これあれよね、メグちゃんってことよね。はい、スタート。さあどうだろうか。女王蜂のドレス、あーでもこれペア旅行券やねこれはペア旅行券ですね、やっぱり。うんうんうん、ペア旅行券 A クラスゲット。さあこれは誰にしようかな。あ
人だということは、めぐちゃんと、よし、バカンスへレッツゴー。よきかな、よきかな。髪型も同じような感じ、まああれやね、プーさん以外同じような感じよね。なんなのみんな、示し合わせたのって感じ。楽しかったね。ねえ。スキレベルアップ。あれ、フィッコーちゃんと私に至っては髪型そっくりそのまんまやけんね。全く一緒やけんね。ものすごく好き。二人は分け合うを覚えた。相手が HP バナナを使い切っちゃった。じゃあ自分のを半分こしよう。いいね。仲良しか。仲良しか。でバナナ1本を半分こってめっちゃ少なくね。めっちゃ少なくね。そういう、でも半分ぐらいしか効果はないってことよね多分。スミレの花いいね、いいね。こういう現実の花いいね。色はでもスミレの花って言ったら紫な感じがするんやけどなー。ねえ、てかなんかちょっとあれじゃない、パンジーみたいな感じやんね。どれがいいかなー。あ、でも白もあるね。白でなんかちょっと縁が薄紫みたいな、これにする。なんか儚げで可愛い。儚げ、よきよき。さあそれじゃあ出発しますか。防御力もアップしたことだし、行きまーす。そして顔が戻っていく。妖精の村へ。妖精の村？エルフの村。もはやね、もうこの場所の名前覚える気ないやろっていう。エルフだね、エルフの村。はい。はいはいはい。で、ココアちゃん。これラストじゃない？最後の一人よね、きっと。はい、来た、ココアちゃん。さあ、この触覚はどうなるのか。どんな感じですか。はい。あ、なるほど。リボンみたいに見えるんやね。もう、なんで怒ってんの？どうしたの？ひどい目にあったわ、ほんと。お姉ちゃんありがとう。あんたもありがとね。これあげるわ。大事にしなさい。いや、みんな私にももうちょっと感謝して。なんか呼び方。奪われた顔をすべて取り戻した。なるほどね。リボンみたいになるんや。そういうのを見越してああいうのつけとるってすごいね、なんか。これでみんな助けたわね。ありがとうございました。やるじゃない。褒めてあげるわ。なんでそんな上からやねん。私の旅はおしまいね。あ、ここでもう。ありがとう。フランが仲間を抜けた。さて、あなたの旅はまだまだ続くのね。それじゃあ約束通り、道を開きましょう。はい。はーい。やる気を出して。もうちょっと、はいって言ってくれたんでいいよ。お、来たよ来たよ、かわいいダンス。いいね。あ、思ったけど目のタイプみんな一緒よね。色が違うだけで。色と大きさ？かわいい。間抜けで可愛い。誰かこれ実写でやってくれんかな。え、なんか、でもダンスってなったらさ、実写でありそうじゃない？こういうくだらん感じの、でも。誰かしら、ね、それが YouTube の世界やん。あ、いいわ。この辺の動きめっちゃいいわ。ちょっとなんか前かがみになっとる感じ。すごいね、いいね。私ダンス苦手ないよね。なんか高校でさ、ダンスの授業っていうのがあったけど、無理やった。なんか体育の授業と別にダンスの授業っていうのがちゃんとあったんやけど、いやー、ちょっとリズム感覚がなさすぎまして。音楽大好きやのにね、リズム感覚はないんだな。お元気で。無事をお祈りしています。大魔王なんかに負けないでよ。頑張ります。ありがとう。ありがとう。なんか綺麗な音楽が聞こえてくる。いいね、いいね。これあれかな？エルフの村に到着した時にも流れおったっけ？あれ一番最初に。違ったかな？気のせいかもしれん。気のせいかもしれん。
行くか。さあ、とりあえず開いてもらった道をね、進んでいこうかと思います。あの扉の先がまだやけど。さて、ここで問題です。でれん。私たちはここに来るまでにトマトをいくつ見たでしょうか。え、そんなのわかんないよ。実は私もわからんのかい。適当だな。えへへ、褒めてないよ。だってトマトほら、今の間にも1、2、3、3個、絶対もっとめっちゃあったんやろうな。ほら、ここにもあるし。わかるわけがない。ダンスからスタートするの好きね。なんかメグちゃんが持っとるあの扇はさ、ピザのやつよね。え、ピザで合ってるよね。まあ、ちょいちょい花柄に見えるよね、なんか。え、なんかちょっと上品げな花柄に見えるんやけど、違うよね。ピザなのか、サラミがバラみたいに見えてるのか。どんだけだよって感じやけど。プー、いいね。イエーイ。あの戦車ってさ、なんていうん、足が見えてない状態の時はさ、足折り込んでるの。なんか正座してる状態なんかな。めっちゃしんどいやん。え、でも移動中ってどうやった。走りる時以外足見えてなくない。ちゃんとあのキャタピラ動くんかな。じゃなかったらしんどすぎ。ピックルいいね。今回私はちょっと褒め役運転している。みんなを上機嫌にさせよう。あ、ちょっとデレエッとした感じの笑い顔かわいいよね、みんな。目尻が超下がっとる。楽勝だった。ご機嫌やったしね。ひーひー、はあはあ。そんな絵に描いたような疲れ方。あの雫のシュワシュワ、ずっと見てても飽きないな。わかる。景色に飽きるのに。ずっと見てる気。よし、飽きたんやないかい。満足した。うん、言い方次第よね。言い方次第だな。きっと飽きたんでしょ、タラタンに。宿屋を見つけた。さあ、それじゃあ料理を。みんなの様子は別に何もないよね。何もないよね。ちょっと待って、私の指が混乱している。はい、お任せで。おお、真ん中の2人。まあこういうのも多分ね、バランスよくこうね、なんていうん、数値を見ながら上げていった方がいいんだろうけど、めんどくさい私にとって自動で何かをやってくれるっていうのはすごくいいことなんだ。お、次はタンポポになる。タンポポになりますか、フィッコーちゃん。いいね。でもフィッコーちゃんのイメージ、タンポポとかひまわりとかそういう感じ。いいね。あ、これあれか、持つやつか。格好じゃなくて武器か。なるほどね。タンポポに、え、ならないの。ならないの。スミレがタンポポを持つの、なんかすごく微妙な感じに。あ、ちょっと待って。ちょっと待って、喋りながらやってたら全然違うことをしてしまったんだけど。あれは、タンポポはどうなったの。え、タンポポはどうなったの。お金に換金されたわけでもなかったよね。え、はい、ということで、じゃあ今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。まあなんかあげてしまったから、しまわれとんかな、きっと。そうだと思う。